ピッと出ます。このままではハデスを倒すことはできないでしょう。伊達に冥府の王じゃありませんね。そこで神器の神の力を借りることにしました。神器の神？リントス、三種の神器の製作者でもあります。あなたが持っているヘンテコな神器も彼の神があってこそ。ヘンテコって？三種の神器をハデスに壊されてしまったことだし、新たにパワーアップした三種の神器を作ってもらえないかと。つまり最終兵器ですね。はい、燃える展開ですね。はい。ところで冥府軍や自然軍がやってきてますけど。はい。おかしくないですか？おかしいですよね。オーラム軍まで混じっちゃったし。みんな、どうしよう。よく来たノパルテナ、そして駒使いよ。なんだっけ？リントスじゃ。リントス様、レイはご存知のようですね。人間のためにハデスを討伐したいのやな。その通りです。は、愚かなことを。本気か、若い者はいいの。じゃが、それが面白い。わしのところまでたどり着ければ協力してやらないでもないぞ。リントスの住処が見えてきました。これは空中ドーム？光景ですね。Thank you.
かにもな扉がロック解除されました。いかにも突撃。これはフェニックス。ただの卑怯者、お主何度にやられて災難じゃったの。これは本物のフェニックスなのか、ディントスの魔力によるものなのか。どう調べても本物のようにしか見えないのですが、女神の時に感化されるほど落ちぶれておらんわい。ということはディントス様が作られたものなのですね。これは参ったの。頭さすっちゃおうかの。もしや照れているのかな。口は災いのもとじゃが、開くとも開かずとも再び鎮圧。ごめんなさいね。関門突破。左から先に進めますよ。当たると即やられちゃったですよ。即やられちゃったですよ。そんな面白いの何もじゃ。用語みたいなものです。あまり突っ込まないでください。とにかくオンは回避して避けますね。はい。中身が赤く光ってますよ。え、それはどういう意味ですか。さすが悪いの、全部トラップということじゃ。
りであろう。さあ、次が最後ですよ。これは幻影じゃないのか？いいね、そこに存在しています。それだけは間違いありません。そこの怪物はこの口でお主をすり潰そうとしてやる。幻だよ。お主の体を実験してみてはどうじゃない。お断り申し上げる。黙って餌になるくらいなら戦い抜いて道を切り開いてやる。全員倒したぞ。さあ、三種の神器を。ところで、この章の題名は何じゃったかの？確か一つの試練？二つ少ないじゃろう。よう。マグナ、そして魔王ガイナス。なぜこんなところに、しかもガイナスまで。どうもどうもねえよ。神さんがお前を倒せってさ。天使よ、今度はこちらが二人がかりだな。これと戦うしかないか。マグナ、本物だよな。ああ、幻影じゃねえぜ。今までの流れなら、リントスが作ったものとも
かし今までの敵は意志力がありませんでしたよ。やつらは召喚したものに嘘は使えよ。それなりマグナに聞きたいことがあるんだ。なんで最初に会った時に僕とあっさり共闘したのか、どうして人間離れした強さを誇るのか、それから面倒くせえな、そんなこと言ったってしょうがねえだろ。止めて敵を。やるじゃねえか。マグナ、ガイナス。マルテラ様、なぜこんなところに。さあ、やらせてしまいなさい。やっぱ偽物か。攻撃してよかった。試練はあと一つ。わかったわかった。じゃあ神器を授けよう。これ、あれ、妙にあっさり。これが真三種の神器じゃ。ちょっと待て、まさに試練。スピードもパワーも今までの三種の神器とは大違いじゃろう。どんなもんじゃい。トリハルコン製じゃろ。それは頼もしい。あ、マルテラ様、よっ、危ない。きっと やばかった。どうじゃ、このパワー、どうじゃ。一つ間違えたら破壊神になってしまいますね。だから精神を兼ねすぎじゃ。神器を運用するに足る技と心を持っているかどうかをな。さすがに手強い。敵弾の回避を多用せず向こうの方向でかわしたらどうかしら。そのままローリングする先を狙って横ダッシュ射撃です。倒した敵が多かったようですが。気にせんでくれ、大盛りサービスじゃ。あ、ああ。